リベンジということでですね、前回ですね、あの食用のやつを買ったんですけど、あっという間になくなりまして、まあ、慌ててまた買い足しました。もうこれでいっぱいバスボムが。クイーンさんの重傷です。はい。これで、ね、この間はね、固まらなかったんですよ。で、水分量がね、よろしくなかったのではないかということで、ちょっと水分量を確認しながらやっていきたいと思います。はい。というわけで作っていこう。ああ。はい。始め。55です。この間ね、せいちゃんたちのお遊戯会があったんですよ。すべての子供たちにすべての可能性と、もうキャパ、あら、ちゃー今いい話してるのに。はい、クエさん25。25! じゃあ次しよう、25。25! クエさん一緒じゃん。この間せいちゃんこうやってやって、そうしましたら次日本の名刀、あれ日本の名刀どこ行った、これ、はい、それはなんだ、それはなんだ、すべすべのやつ、すべすべのやつ、はい、奥飛騨、違います、奥飛騨じゃないです、岡山の湯原です、はい、湯原、あ、緑、はい、捨ててきて、なんかメロンの香り、これね、混ぜます、あメロンの香り、メロンの香りじゃないよ、メロンの香りだったら気持ち悪いじゃん、日本のメートがだからカメラの前に立つんじゃないよだからカメラの前に立つ、霧吹きで水をこの間3回ぐらいプッシュしたんですけど、3回じゃちょっと足りなかったので、ちょっとずつ足しながら硬さを確認しながらやりたいと思います。あんまり一気にやっちゃうとシワシワしちゃうんだそうなので、気をつけながらいくぞ、1、2、3、うわー、なんかめっちゃ水がなくなったんだけど、おーっ、ごめんごめん、このゴム手袋は非常にゴム手袋なのに、なぜ引き噛みちぎろうとした、青空病院に行ったんですか、はい、今日せいちゃん何してきたんですか、ちょっと、せいちゃんとマナといっちゃんが診察しに行きました、マナー今5プッシュぐらい、まだ全然ですね、うひゃー、あ、やばい、ね、今一瞬発砲しちゃった、やばい、シワス、シワすぎるんだよね、やばい、パチパチいってる、どうしよう、あ、パチパチいってるよね、パチパチいってる、どうしよう、でもこうなんかね、ギュッてやギュッてやるじゃん、ギュッてやった時にやっぱ形がちゃんとこう残るぐらいの湿り気がないと、やっぱボールになボールっていうかその形になってくれないんだって、もう子供たちが来てギュッギュッてギュッて、と思っても発砲しなかったらまたやり直しだよ、もうどんどん、もうまあ納得いかなかったら納得いくまでやるよね、せいちゃん、うん、そうだね、ママの自己満足です、ママの自己満足、一晩起きました、固まってる、結構ガチガチだ、ではちょっと若干混ぜるときに発砲してしまったんですが、発砲力はどうなのか、3、2、1、はや、おお、いいよ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 、白くなってきてる、いいよ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 、あー全然いいよ、いいですね、ちゃんと固まってるからシワシワもなんか気持ち長い気がする、わーすごい、あ、あ、あ、さあ
まで見てくれてありがとう。チャンネル登録もよろしくね。次の動画も見てくれてありがとう。